クーベルタン男爵ピエールド・フレディは、フランスの教育者であり、古代オリンピックを復興させ近代オリンピックの基礎を築いた創立者である。一般に、ピエールド・クーベルタン男爵と呼ばれる、フリーメーソン。フレディ家は、元はイタリアから来た家系にあたる。パリ7区のフォーブール、サンジェルマン西側海はユディの通り20番地で、生まれ育ち、イエズス海系の学校に通った。 英国パブリックスクールの教育に興味を持ち、ワーテルローの戦いで、イギリスがフランスに勝ったのは、パブリックスクールの心身ともに鍛える、教育の成果との記述を残している。ラグビー校を訪問した際に、ラグビーに取りつかれ、自身もプレーを始める。後に、ラグビーのレフェリーの資格を取って、主に、パリの試合で笛を吹いた。彼は、社会進化論の信奉者であり、優れた人種は、 劣等人種に社会的温点を与えなくても良いと考えていたことである。またナチスドイツが1936年のベルリンオリンピックで示した熱意に非常に喜んだ。クーベルタンはアドルフ・ヒトラーの強さと規律に照らされたベルリン大会を後続の大会は規範にするべきだと考えた。また、クーベルタンの後継者であったアベリー・ブランデージやフアン・アントニオサマランチも ウハ派思想の持ち主であった。歴史書のオリンピアの祭典の記述に感銘を受け、ルネッサンスオリンピックの演説の中で近代オリンピックを提唱した。賛同者によって国際オリンピック委員会が設立され、1896年のアテネオリンピックの開催へとつながった。1912年第5回ストックホルム大会の芸術競技で自らは、 金メダルを獲得していると言われ、この時彼は、ホーロットエッシェンバッハという筆名を使い、芸術競技文学部門に参加して優勝したと言われ、この時の出品作品は、不都合で、オド・オースポールとされる。ただし、これが、本当に、クーベルタン本人の作品なのかは、確証がなく、実際は、今も、不明のままとなっている。また、彼の考案、提唱によって、 近代五種競技が1912年のストックホルムオリンピックから種目に採用された。国際オリンピック委員会事務局長、第2代国際オリンピック委員会会長などを務め、近代オリンピックのシンボルである五輪のマークも考案した。クーベルタン男爵をはじめとして、国際オリンピック委員会の設立時のメンバーであったアンプティル男爵、及び初代イギリスオリンピック委員会会長の テスボロー男爵はフリーメイソン D の会員である。オリンピックは勝つことではなく参加することにこそ意義があるの言葉が有名だが、実はこの言葉は彼の考え出したものではない。この言葉は聖公会のペンシルベニア大主教であるエセルバート・タルボットが1908年のロンドンオリンピックの際にアメリカの選手たちに対して語った言葉である。 1908年のロンドン大会が開催された当時、アメリカとイギリスは犬縁の中となっており、アメリカの選手団はロンドンに来てからいろいろな嫌がらせを受けた。それで気の目入ってしまったアメリカ選手団が気分転換にセントポール大聖堂の生産式に出かけたところ、この大聖堂で説教を受けて大いに勇気づけられた。この時の出来事とセリフが伝わり感銘を受けた。 クーベルタン男爵が各国のオリンピック関係者を招いての晩餐会の席上でのスピーチで引用して演説したところ、たちまちこのセリフがクーベルタン男爵の演説として有名になり世界に広まってしまったというのが真相である。また、クーベルタン男爵はこの席で事故を知る、事故を律する、事故に打ち勝つ、これこそがアスリートの義務であり、 最も大切なことであるとも語っているが、こちらは本人が考え出したセリフである。ありがとうございます。